シュッシュって言うっていうだけの話だと思うんですけど、どういう時にシュッシュって言うんですか、ひろゆきさんは。外ではしっかりしている彼が家では甘えてくれる瞬間にキュンとします。ひろゆきさんも奥さんの前だけで見せる顔ってありますか？顔はないんじゃないですか。嘘ダメですよこれ。顔は一緒だと思いますよ顔の話じゃないですよ、はいはい、その見せてくれる顔とかじゃなくて、うん、なんかシュッシュって言ったりするやつですよ。別に言いますけど、別にそれはシュッシュって言うっていうだけの話だと思うんですけど、はい、どういう時にシュッシュって言うんですか、ひろゆきさん。面倒がめんどくさい時とかですね。ひろゆきって言われたらなんて言うんですか。言ってこないですね。今はもうその流れで言ってください。ひろゆき、いや多分そういう呼ばれ方しかないんだよ、ね、あーなんかうまくいかないな。はい、すいません。